あなたは神に愛されてる。あなたが愛さなきゃいけないのは周りの人なの。周りの人にその愛を分けてあげなって。クスノキ千年、今年も変わらぬ若葉かなって新しい葉っぱが出る。俺たちにとっては言葉なんて。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。世の中には成功している人としない人がいます。その違いについて考えたことはあるでしょうか。ひとりさんが言うには、成功する人とは神様に味方されている人です。それならば神様に味方される人になれば成功できるということになりますが、どうすれば神様のご加護を得ることができるのかが知りたいところ。今回は神様から味方される方法についてひとりさんが教えてくれます。私たちは神様の力なしに成功することはできません。いくら自分なりに頑張ったとしても空回りして大変なことになったりします。もし神様が味方についてくれたなら、人生はとてもスムーズに進み、満足して毎日を過ごせるでしょう。お話を聞いて実践すれば、あなたも必ず神様の後押しが得られます。ではごゆっくりお楽しみください。はい、おはようございます。今から話す話は、人は天に可愛がられてるという話をします。これが分かると、ああそうか、いとも簡単にこんなに幸せになっちゃうのかっていう、ことですね。で、そういう話をします。まずはちょっと関係のない話なんですけれど、やがてつながってきますからね、聞いててください。世の中には執着しなきゃいけないものとしちゃいけないものがあるんだよ。テレビやなんか見てて、こう殺人とかあるんですけど、意外と多いのが別れ話で、お互いがこう最後にはこう言い合って、俺が正しいとかお前が正しいとかってなっちゃうんですけど、あまり相手に執着しちゃダメなんです、ね、でどういうことですかというと、どっちが正しい、あっちが正しいって言ったって、仲悪くなってきたら別れりゃいいだけのことで、あまり執着しちゃいけないんだよねっていうことを言ってるんですけど、どっちが正しいとかって言い出して、執着しちゃいけないんだけど、執着しなきゃいけないことって、男女間で何があるんですかって言ったとき、相手が幸せになればいいんだ、人を幸せにしたいっていうことに執着すればいいんだよね。だからその人が一生懸命幸せになることに頑張って行くじゃない。そうすると、それでも別れたいんだったら別れりゃ幸せになるんだよね、相手が。だから相手が幸せになることに執着しなきゃいけないんだよっていうことを言いたいんだよね。仕事に一生懸命執着することは必要なで、一生懸命仕事に執着するのはいいんだけど、執着しちゃいけないものって何ですかって言った時、仕事って人様の役に立つと儲かるようになってるんだよね。ところがそれが儲からないとすると、今までの古いやり方に執着しちゃいけないんだよね。常に新しいやり方を出していかないといけないんだよ。あんまり執着しちゃダメだよね。ところで、なぜ人は変なことに執着しちゃうんだろう。自分の意見に執着する。男と女でも、どうしてもお前は俺のそばにいてほしいんだとかって、結局、
自分に執着してるんだよね。で、この世の中って、間違いは、自分に執着しすぎると、間違いが起きるんだ。っていうことを言ってんだよね。で、このテープの、あなたは天に可愛がられてるって何を言いたいんですかって言って、あなたは自分のことに執着してるけど、自分は実は神に守られてるんだ。いいですか？あなたがどのぐらい守られてるか言いますよ。あなた今生きてるけど、その空気吸おうと思って吸ってんじゃないよね。黙ってでも吸ってるんだよね。ね、で、もうちょっと経ってくときっとあなたお腹減ったって言い出すんだよね。お腹が減るとお腹が減ったって分かるようにできてる。ね。で、食べたものを勝手に排出、こう消化吸収してくれて、おしっこになったりうんこになったりして出ていくんだよねって。別にあなた努力してないんだよ。努力してなくても、ちゃんとそれは消化吸収して、おしっこがしたくなるとおしっこって。ね。うんこしたくなるとうんこって。分かる？あ、つけ汗かくよね。ね。寒くなって、お、寒いな。全然寒いのが分かんないで、そのまま、凍死しちゃいましたとかって。それは山の中で極限的な状態でもあれば起きるけど、寒かったら服着るよね。暑きゃ脱ぐよね。ね。おおよそ、あなたのことは、ほっといてもちゃんとそういう風になるようにできてるの。わかるかい？ね。そうすると、それ以外のことは、周りにいる人、愛情ってのは愛と言って、自分をあまり愛する必要はないよって。あなたは神に愛されてるの。あなたが愛さなきゃいけないのは、周りの人なの。で、周りの人にその愛を分けてあげなって。でよく一生懸命こうやってテープ入れてて、なんか得があるんですけど、別にないの、これ。売るわけでもなきゃなんでもないんだよ。ね、このうなずく話だって、シャッとこうなずいてたり、いろいろするんだよ。ね。でよく執着って話なんだけど、ひとりさんの話はよく聞いてくれるけど、よく話聞いてもらえない人っているんだよね。それってなんでかって、もったいつけて喋るとか、偉そうに喋るんだよ。だからその、会話を通じて自分を偉く見せようとするんだよ。で、あまりにも相手のために一生懸命ね、一生懸命こうやって喋ってる人と、自分を偉く見せようと思って喋ってる人って偉い違いなんだよ。だから、そんなことしなくたって、天があなたを可愛がってるんだから、もう、あなたは周りの人にできることをすればそれでいいんだよって。天は我を可愛がってくれるんだ。だから、余ってる力は、人様の役に立とうって。よくなんつうの。自分のこと考えないで人のことを考えてやんなとかって言うと、な、一銭にもなんないことしたくないって言うけど、そういう考えだからお前一銭も持ってないんだよって。ね？じゃあいくらかもらったら人が感心するような話できるのかって。試しに1万円やっから喋ってみたったら、ろくな話できないんだよ。で、くだらないこと言ってないで、人様が喜ぶことをしろって。うん。かい？さっき、会社でも、うちの会社古い体質だからって。いや、俺は年寄りだから。って言う人いるんだよ。だけど、人間は成長する動物なんだよ。ね？千年も経ってるような木だって、縄文杉だって、去年と同じ葉っぱがついてるわけじゃないんで。千年前と同じ葉っぱがついてるわけじゃないんで。な、クスノキ千年、今年も変わらぬ若葉かなって、こう、新しい葉っぱが出るんで。で、木にとって葉っぱだよな。俺たちにとっては言葉なんだよ。言葉という葉っぱなんだけど、これが去年と同じこと言ってたら、死んでる木だよ。10年前で、
常に新しい言葉、常に新鮮なのが出てれば、古い会社だって伸び伸びしてるんで、伸び伸びしてる会社は必ず新しい言葉が出てくるんだよ。ね。天に俺たちは可愛がられてんだから、天に可愛がられてる上に自分の力を使って、すべてで自分を可愛がってると、上、天から見てようが、周りから見てようが、見苦しい。ね。自分は天に可愛がられてんだ。少しは周りの人のね、ことを考える。わかるかい？おしゃれしちゃいけないね。おしゃれだって、自分のこと考え、だけ考えてる人と、人が不愉快にならないように、人が爽やかに思うようなおしゃれ。それが下手なやつだと、私のやつ、このおしゃれどうだって、人に自慢して、人をやっつけることばっかし考えるのよしなって。人をやっつけたいっていうのは、自分が可愛いからだろうって。あなたはすでに天から可愛がられてんだから、そんなにまでして自分を可愛がる必要ないの。それで、周りに向かって愛情を出して、それで、もう一つ、毎年毎年、もう年だからとか、もういくつだとか言わないで、ね、木だって新しい葉っぱ出してんだから、まして万物の霊長の人間が、常に新しくて、青々してみずみずしくて、もう、あの若葉を見たときに、心が、うわ、綺麗だなと思うような言葉を出してくださいって、それが、天から可愛がられてる俺たちができることなの。で、なんかこのテープ尻滅裂になっちゃったかもわかんないけど、とりあえずは、ひとりさんは今日も一生懸命喋ってるから、それに免じてこれも100回聞きましょうっていうことです。はい。はい、おはようございます。100回し聞いてくださいの話です。前にですね、人は神に可愛がられてるっていう話があったんですけど、神様に可愛がられてるシリーズの第2弾なんです。それで、ああ、こういうふうに可愛がられてるのかっていうことがこれからわかります。人生で失敗しちゃう人、で、成功する人、で、それは、天を味方にして、世間を味方にしてる人は絶対成功します。ところが、天を敵に回す。それから、世間を敵に回して、ただ一人戦ってもまず勝てないんです。で、そのお話をします。何言いたいんですかっていうと、人は、人からだよ。人は人から喜ばれる存在になることが神様から喜ばれるっていうことなんだよねっていうことなのね。例えばの話なんだけど、自分はその大工さんであると。ね。自分は写真家であると。まあ、いろんな仕事があるよね。で、一番世間を敵に回してしまうっていうのは、自分の個性を出そうとする。自分はカメラマンだから、こういう写真を撮りたいんです。僕はこういう写真を撮りたいんです。ね？で、あんたの撮りたいのは、あんたの休みに撮ればいいんで、お客さんが、こういうのを作ってくださいって言ったら、お客さんが喜ぶものを作ればいい。で、お客は喜んでくれたんだけど、僕はなんか釈然としないんですよ。我が強いの。で、生まれてきたことを自分を喜ばす方に重きを置いてるから、そういう気持ちになるんだよね。で、それどころかあなたのやってることは、人の出してくれた金で自分が満足しようとしてんだよねって。とんでもない話だよって。お客さんは自分でお客さん、これ作ってねって言ってんだよねって。で、この人を喜ばすことに全力を挙げるのに、僕は釈然としないんですって。あんたの釈然とするものは、あんたの金でやんなって。それ、趣味だからって。ね。だから、相手が喜ぶものを作る。で、喜んでくれたらプロですかって。当たり前お金もらってんだから。で、例えば大工さんで、こういう家建てたいんです。あ、わかりました。こういう家ですね。
だとしたらね、お客さん、この屋根裏、余っちゃうから、ここ階段つけたら上がれますよって。そんないいことできんの？ね、ここの壁のとこへこの収納つけてごらんなさい。だから、相手の希望を聞いて、相手の希望以上のことをする。ね、そしたら、喜ばれた上にもっと喜ばれるのが、最高のプロとしての生き方なんでね。だから、喜ばれる存在になるっていうのは、工場で働いてたって、ね、その工場の仲間から喜ばれる存在になる。社長から喜ばれる存在になる。あんたの作ったものが世間から喜ばれる存在になればいいんだよね。で、神様に可愛がられてるって言うと、神様がいるならなんで俺をもっと幸せにしてくんないんだって言うけど、いいかい？笑顔にしてるだけで周りの人が喜ぶんだよね。いつもニコニコしてると喜ばれるんだとしたら、あなたにはもう神様がニコニコするだけの筋肉、顔に筋肉を与えてくれてんだよね。それから誰かの荷物持ってあげるよっていう持てる手がついてるんだよね。だから喜ばれる存在になろうと思ったら、今のその立場でどんな仕事をしてようが喜ばれる存在になる。それから人が喜んでくれるようなことを言う口もついてるんだよね。使わないのはあんたで、全部はもう与えられてんだよね。で、与えられてるものを使わないのはあんたなんで、天はあなたをすでに可愛がってる。で、人に喜ばれる存在になるためには何かなんだよね。で、そのことを考えてもらいたいの。で、なんかこう自分の話しちゃいけないんだけど、こういうテープで。一生懸命こうやってテープだって入れてるんだけど、別に、これ、この話聞いて、この話喋ってる俺は知ってるんだよ。だから絶対俺のために喋ってんじゃないんだよ、これ。だけど、これだって喜んでくれる人がいるし、みんなが社会シリーズ楽しみにしてるから、朝からどうやってやったら喜んでくれるだろうかって、一生懸命喋ってんだよね。うちの寺子屋だってそうなの。一斉にもなんなくたって寺子屋やってみんなが喜び合えるとこってなんだろうって。一生懸命考えてんだよね。だから、その場その場で人が喜んでくれることをする能力は全員に与えられてるんだって。だからもうすでに神様から可愛がられてるんだ。だから、あなたたちの望んでること、あなたたちが神に望んでることは、おんぶに抱っこって言って、おんぶと抱っこと養蜂してくれって言ってんのと同じで、一人の人間はいっぺんにおんぶと抱っこはできないんだよ。神様はあなたをすでにおんぶしてるか抱っこしてる。両方いっぺんにはできないんだよ。いうことね。だから、喜ばれる存在になるために何をするか。で、喜ばれる存在になると同時に世間が味方する。天が味方する。それを画が出して、僕はこういうの本当はやりたかったんだよ。言ったと同時に世間を全員敵にますよ。それから天を敵にますよ。あなたのそのちっちゃい体で世間と天を両方敵に回したら絶対勝てないよ。だからまずそれを言うしな。ね。で、自分の画を出すんじゃない。相手が喜んでくれることを考える。で、いろんなところでいろんな成功法則出てるの。その中に、あなたの個性を出しなさい。あなたは何をやりたいんですか？あなたは何したいんですか？あなたは何したいんですか？そんなんで成功しないよ。あの論法は全員を敵に回すよ。それで苦しいだけ。ね。どうしたら自分が人に何をしてやれるんだろう。仕事で何のお手伝いができるんだろう。自分はどうしたら喜ばれることができるんだろう。ね、で、画を捨てな。で、どうしても自分のやりたいことがあったら、休みに好きにやんな。ね。で、これ僕、趣味なんですよ。でもね、面白いもんだけど、趣味ですら、どうしたら自分は役に立つ人間になるだろう。どうしたら、喜んでもらえるんだろう。そればっかし考えてると、変なもんで、趣味までもが、人が喜んでくれることやろうってなってくる。趣味で人に嫌がられることをやってるやつって、絶対そいつのやってる仕事も、人に嫌がられるようなことしかしてない。うん、だこんなこと言うとおかしいけど、暴走族になろうがない、人様に迷惑かけるのが趣味の人だったら、仕事で会社の人にものすごい喜ばれてるとか、ね、世間に喜ばれてるようなこと考えてしないもん。
で、仕事がストレス溜まったからね、万引きするんですとか、いるんだよ。じゃあ、ストレスが溜まるほど仕事してんですかって、会社で喜ばれてないようなことだからストレスが溜まるんだよ。周りの人に喜ばれて、ね、社長に喜ばれて、みんなから喜ばれてるやつは、ストレスなんか溜まってないんだよ。ストレスが溜まってしょうがなくてどうのこうのっていうこと自体が、世間を敵に回してるか、天を敵に回してるの。だからそれを、よして、みんなで自分が喜ばれるために何ができるだろう。これだけで成功するんですかって、します。で、天も味方につきます。それで、喜ばれるためのものはすべてもう与えられてます。あなたにはもうすべて与えられてます。だから、それで役に立ててください。以上です。感謝してます。まず最初に知っておくべきことがあります。それは私たちはみんな神様から愛されて可愛がられているということ。自分はどうも神様に愛されても可愛がられてもいないと思うなら考えてみてください。あなたは努力しなくても息を吸って生きています。健康な人であれば息を吸うのに特別な技術はいりません。そしてあなたが吸っているその空気は無料で提供されています。提供するのは政府でも企業でもありません。神様がそこに置いてくれています。自由に動ける体や本能的に自分を守るシステムも神様が無料でつけてくれたもので、私たちはそれを当たり前のように使っています。ですがこれは本当に特別なことで、神様があなたを愛して可愛がってくれているからくれたものです。神様からいただいたものを神様が喜ぶように使えば、それを与えた神様は喜んでもっともっとすごいものを提供してくれます。神様が喜ぶ使い方とは、周りの人に愛を配ることです。いただいた口を使って悪口や毒のある言葉を言うのは、神様の望むところではありません。相手をいたわり、優しい言葉を発することができれば、神様は喜んでくれます。いただいた腕力で重い荷物を持ってあげるのも神様の意向に沿った使い方です。そうやって神様に喜ばれて生きていれば味方をしてくれますから、仕事もプライベートも何をやってもうまくいきます。神様の意に沿う生き方ができない人は自分に執着しすぎています。自分がやりたいことを通そうとしたり、気に入らないことを大声で言ったりするのは自分に執着があるから。自分に執着しすぎるあまり、なんとか注目を集めたいとか、人から偉いと思ってもらおうといった下心が芽生えます。そして周りをコントロールしようというその行動が、人を遠ざけてしまいます。自分に執着しすぎる人は、一呼吸置いて神様から愛されていることを思い出してください。もったいつけたり、上からの態度で自分を偉く見せて、周りの人に認められようとしなくても、あなたはすでに神様から認められています。ですから余計なことに力を注ぐ必要なんてありません。そんな無駄なことをしなくても、あなたの力を神様が望んだ通りに使えば、自然に幸せに成功するようになっています。私たちがここに生まれた理由の一つは、人から喜ばれる存在になるため。相手を喜ばせることが全ての始まりです。お店をやっているなら、自分の個性は売りにはなりません。やるべきはお客様に喜ばれること。個性や自分の満足を優先するのはただの趣味です。そこにお金を払ってもらうことはできません。今あるもの、あなたの頭と手足を使って相手が望む以上のものを提供するのが商売です。プライドやら個性やら古いやり方に執着していては宇宙の法則から外れてしまいます。あなたの成功を妨げているあなたの執着は、実は大したものではありません。自分を認めてもらうための執着なんて必要ないのです。なぜならば、あなたはすでに偉大な神様から認められ、愛されているから。そのことがわかれば、人生はずっと楽になります。そして成功の道が見えてきます。成功したければ、自分の我を横に置いて、周りの人のために何ができるか考えて動けばよいのです。そのためにお金を使ったり、苦しい思いをすることはありません。あなたが持っているものを使って、周りの人に愛情を注ぐだけ。
笑顔で明るい言葉を言うのに費用はかかりません。ゴミを拾ったり道を譲るのも心がけだけでできます。あなたはすでに必要なものは持っています。あとはそれをどう使うのか考えて行動に移してください。一銭にもならないことをやりたくないという人がいますが、一銭にならないことができない人は一銭すら得ることはできません。このことを理解して神様が味方についてくれるようになれば、あなたは何事においても成功します。生きるものはすべて成長します。木々は一年経てば新しい葉をまといます。人間も同様に常に新しく入れ替えて成長することを考えなければなりません。去年と同じ言葉ではなく、新しい言葉、新しい知恵を持って進んでください。そうしていれば必ずあなたは成功者になります。あなたは幸せでいるのが本来の姿です。天の意向に従ってもっともっと幸せになりたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。